天空に連なる七つの星のもと、1800年の長きにわたり永遠と受け継がれてきた北斗神拳。一拳に全エネルギーを集中し、肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部からの破壊を極意とした一撃必殺の拳法。凄まじき破壊力を持つ暗殺拳ゆえ、門外不出を守るべく、伝承者はただ一人、一子相伝の掟を貫き続けてきた。だが先代龍拳は男児に恵まれず、三人の子供を養子として迎えた。ラオウ、何を考えておる。小僧が強くなるのを望んでいるのか、それとも邪魔になったか。ふん、小僧が負ければ生きてこの場から返すことはできん。それがなんと十人組手の掟。北斗神拳のお前たちとて例外ではないぞ。分かっておる。ケンシロウの素質に惚れたか。サウザーよ、黙って見ておれ。聞いたか、シュウヨ。面白いことになってきたわ。をするというのか。私の放った気を受け止めた。答えねばなるまい。最後の10人目はこの私だ。かかってこい。最後の相手が悪すぎたな。仕方あるまい。ありがとう。最後の相手があなたでよかった。他流の敗者がここから生きて出ることはかなわぬ。とどめを刺せ。待て。これよりこの私が相手だ。おお、北斗の次男坊が現れたか。時を歯向かえばお前も死ぬことになるぞ。よかろう、できるものならな。この少年は殺させぬ。なんとの掟に背くつもりか。この少年は誰よりも強く激しく光る可能性を秘めている。シュウ、たとえ貴様でも勝手な真似は許さんぞ。ただで命をくれとは言わぬ。代わりに。俺の光をくれてやる。これで文句はなかろう。
忘れておったわ。奴が人生の男であることを。それにしても、シュウの心に潜んでいた人生の粛清を目覚めさせるとは。あの小僧。時は過ぎ、いずれも劣らぬ剣の使い手となったラオウ、トキ、ケンシロウの三兄弟による、北斗神拳1800年の歴史は最強の時代を迎えようとしていた。だが、それは同時に悲劇の始まりでもあった。そして時代もまた幾度となくおごり高ぶり、多くの文明を葬り去ってきた歴史を忘れ、再び戦争の時代に入ろうとしていた。民族、宗教の衝突、大国の覇権への野望、やむことのない人類の狂気が無限に連鎖し、ついに世界を破滅へと導いた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が死滅したかに見えた。だが、人類は死滅していなかった。すべての文明は崩壊し、再び暴力が世界を支配した。生き地獄の中で力なき者たちは、ただひたすら祈り念じた。救世主が現れることを、ただひたすらに。そして、いずれは剣を交えることが避けられぬ運命の三人の男たちも、乱世にひときわ輝く北斗の星に導かれるまま、互いの道を踏み出していた。伝承者となったケンシロウは、幾多の悲しみを背負い、それを強さに変えることで真に北斗神拳の伝承者としてふさわしき男に成長していた。死の灰を浴びた時は、北斗神拳を医学として生かし、傷ついた人々の治療に残りの生を費やしていた。いつしか恐怖の剣王と呼ばれしラオウは、己の力でこの混乱した世界の覇者として君臨すべく殺戮の日々を過ごし、そして今や覇業を成し遂げる日は刻一刻と近づいていた。何やってんだ。怪我したうちに早くそのガキを渡しやがれ。兄貴、こいつガキを離さないつもりですぜ。だったら、それもそうだな。どうやら死にてえみてえだな。おい、あれを見ろ。ずらかろうぜ。そっちのやつらだ。運のいい野郎だ。ならばお前は運が悪い。お前はもう死んでいる。なんだこれ、行かれてんじゃねえのか。はい、早く。何してんだ。急にいなくなったと思ったら。薄汚いガキだな。わ、カイト。バット兄ちゃん、裏が助けて、裏が。いや、頼むよ。こうやって頭下げてんだぜ。ちょっとくらい遠回りしたっていいじゃねえか。この子を預かるのは構わない。だがな、お前の村まで寄り道している時間はないんだ。4人たちには一刻も早く時の治療が必要なんだ。でもよさ、オイラの村がよ、オイラの村が。おい、ケン、どこへ行くんだよ。病人たちを早く時のもとへ。ま、待てよ、道案内は俺が。私も行く。まったく、せいぜい様々だぜ。ガキさんに渡しちゃえよ。
アイヒは大変よく不満も食ってパーフィルヒョの鮭なんで。兄貴何言ってるんす。いやさっきから口がちゃんと閉まりゃねえのよ。おう、いやでもここでよくかくれんぼしたんだぜ。昔とちっとも変わってねえや。どうして家を飛び出したの。決まってんじゃねえか、こんなしけたとこいられっかよ。自分のふるさとでしょ。なんだよ、帰るとこがあるだけで幸せなんだよ。そっか、お前の村はもう。ここで待っていろ。頼む、お願いだから殺さないでくれ。悪党はこいつさ。その人は私たちをこいつらから助けてくれたんだ。バット。ってババア、とっくにくたばっちまってると思ったぜ。お前こそ今頃のこのこ帰ってきやがって。元気そうじゃないか、お前らもな。腕が鳴るぜ。剣王軍なんぞ兵だまで。すげえ数だ。俺たちの倍はいるじゃねえか。逃げよう。あんなのと戦えば殴り殺しにされちまうぜ。客よ。冥王軍は我らに対する最後の反撃と覚悟を決め、あらん限りの兵を集めたようですが、所詮は見かけ倒しの張り子の虎。それよりそうかよ、サウザーの動きは。今のところ何ら動きは。油断ならぬぞ。あやつは己を聖帝などと称して虎視眈々と覇権を伺っておる。いずれあやつの首を取らねば我が覇業は危ういままよ。承知。されど冥王軍を倒せば共に夢見た覇業はなったも同然。この戦いのあなたの勇姿をこの目に焼き付けておかねば、この層が一生の不覚、戦場でなくした右足も泣こうというもの。何を抜かす。そもそも冥王とは死者の王、あの世で王となるとほざくたわけ相手の戦だ。勇姿もクソもないわ。よいか皆の者、敵を恐れ力なえる者は前に入れよ。この剣王がこの場で死を与えよう。ひとたび乱れ果てた大地に新しき秩序を生み出す者はこの拳に込められたる力のみ。そしてその力を天は我に与えり、大義は我らの覇業にあり。親衛隊を率いるレイナ、この崖をものともせぬとは血がたぎるわ。国王よ、我らも行くぞ。よくこんなもん食ってられるぜ。おっけんよ、さあ、あったかいうちに食べておくれ。一人でこの子たちの面倒を。村の連中と協力してね。みんな親を殺されたり足手まといで捨てられた子なんだよ。今出てったあのバカもね、割を食うのはいつも子供たちさ。何が聖帝サウザーだい。
自分の墓を建てるのは汚れなき子供だとか言って馬車馬のように働かせやがって。そんなことのために子供狩りを。おかげであんなハイエナどもがそこら中にうろうろしてるよ。聖帝軍に子供を渡せば簡単に欲しいものが手に入るからね。今じゃ子供が一人もいない町だって珍しくないさ。それもこれも全部あの悪魔のせい。サウザー、ケン知ってるの？おまけに南の方では剣王軍がまた戦を始めたらしくって、いつまでビクビクしながら暮らさなきゃいけないんだろうね。サウザーにラオウ、なんなんだあいつら。くそ。頭に来てんのはあんただけじゃねえ。早く来いよ、置いてくぞ。無駄だ。お前を倒せばそれで済むことだ。レイナ、余計な手出しは無用だ。あなたこそ余計なことを。なんだ。冥王、覚悟。死ねえ。どりゃ。所詮生身の剣法、鋼は砕けん。冥王、お前の望み通り死者の国へ行くがよい。何。俺はまた死で。レイナ、お前は兄ソーガと共に早々に騎乗せよ。はラオウ、レイナ、お前たちの勇士しかとこの目に焼き付けたぞ。惜しむなくはここにトキとケンシロウがおらぬこと。あの二人がいればハギオはもっとたやすかったろうに。近頃兵の規律の緩みが目立ちます。ハギオ成就を目前にしてこのようなことでは。ラオウは考えておる。何を。心配するな。お前は信じておるのだろう。誰よりもラオウのことを。ソーガ様、手配整いましてございます。見ればわかる。よう、早く皆を案内するがよい。かしこまりました。兄なりの思いだ。兄さん。冥王もあっけなかった。見事な戦勝を祝して、この僧がご覧に入れたき祝砲を用意しました。あの堅物の僧が殿が特別な祝砲だと。確か以前もこのようなことが。その時は首実験と称して敵将の一族老頭の生首を見せられた。それはかなわんな。それより早く解放してもらいたい。女どもが俺の帰りを待っておるからな。どうい、生首なんか見せられたらやる気もないちまうぜ。こやつらの欲は浅い。
体力なければ世は治まらぬ。人は得難し、破行は投資か。そうが、祝いなど破行成就の時でよい。首実験以外の思考など無用だ。ああまあ、まずはご覧くださいませ。今宵は修羅の国より参った舞姫が彼の国の舞をご覧に入れます。修羅の国はこの僧が、そして剣王様が生まれ育った国。え？剣王様には懐かしく、心癒すものと存じます。修羅の国か。許す、前奏でよ。企んだ。この俺の命を狙ったか。誤解だ。これは何かの手違い。この私が信じられませんか、ラオウ。いや、剣王様。手違いなどであればなおさら許せん。破行仲間にして何たる醜態。待って、ラオウ。その気の緩み怠慢こそが破行最大の敵。この罪は万死に値するわ。あの中心の総賀殿。魔物、やはり剣王は魔物だ。気を抜けば殺される。この剣王には逆らえん。ラオウ、あなたの破行成就の勇姿、この目で見たかった。レーナよ、お前の働きに免じて総賀を弔うことは許そう。ただし、お前一人でだ。何をしに来たの。兄を弔うのは私一人だったはず。なぜ資格だと気づけなかったことは、兄として死に値するほどの罪だったの。気の緩みを責めるなら、あなた自身を責めるべきよ。眠り込むようにまぶたを閉じて資格の刃をかわすことができなかったあなた自身を、なぜ答えないの、ラオウ。お前たちが修羅の国から来てどれほどになる。話をそらさないで。あなたを信じて兄と私はついてきた。修羅の国を故郷とするあなたならば、
いつか修羅の国を救ってくれると信じて、破業なりし日まで待てとあなたは言った。その言葉を信じ、兄はあなたに全てを捧げてきたのよ。戦いの中で兄が失い、捨てたものは片足だけじゃない。人としての道も情もなのに。だから俺はここへ来た。あなたは一時の劇場で兄を殺したとでも言うの？だからここに来たとでも？刺すならこの左胸を刺せ。刺客が狙ったこの心臓を。誰もこの命を奪うことはできぬ。俺も全てを捨ててきたのだ。お前たちと誓った破業のために。空いているわ。あなたにお渡しするものがあります。これは宗我様から預かっていたものです。お読みになればあなたの苦しみも救われるかと。私の苦しみ？今回の中殺劇は宗我様が仕組まれたことでした。病魔に蝕まれ余命いくばくもないことを知った宗我様は、破業成就まで添い遂げることができぬ代わりに聖帝軍を倒す今、全軍の秩序を正すためにと一計を案じたのです。剣王様も宗我様の意を汲み、苦渋の決断でございました。兄さん、お許しください。宗我様を止めることも事前にあなたに話すこともできなかった。では私が殺した舞姫も了解しているはずです。最後に宗我様は剣王様の破業成就のために北斗三兄弟が揃われることを願っておられました。国王よ、俺はまた友を失った。最後に宗我様は剣王様の破業成就のために北斗三兄弟が揃われることを願っておられました。彼が剣士郎なら時の居場所も。これはこれは思わぬところでカラスの罠に鶴がかかったわい。お前たちは聖帝軍。サウザー様に最高の手土産ができた。捕らえよ。いつまた子供狩りがあるかもしれないってのに強情な子だね。水汲みくらい手伝わせてよ。それよりバットがあんなこと言ってごめんなさい。あのバカ、余計なお荷物にならなきゃいいけど、あの子はね、私や子供らのことを思って村を出たんだよ。え？年は上だし体だって大きい。自分がいなくなれば食料を他の子に回せる。自分から口減らしになってくれたのさ。あの通り生意気で口は悪いけど案外心の優しい子なんだよ。見捨てたりしないでおくれよ。バットは大切な友達だもの。出来の悪い子ほど可愛いってね。カラス！
がついたんだね。ここはどこ？説明は後。ダメだよ、まだ動いちゃ。久しぶりだな、レイナ。トッキー。リン、レイナの体をしっかり押さえておいてくれ。多少痛むぞ。ソーガが。兄はあなたたちが一緒に戦ってくれることを願っていました。トッキー、あなたの力を貸してほしいの。私は知っています。ラオウがこの世で最も心を許しているのはあなただということを。あなたがそばにいてくれたら、ラオウはどんなに心強いか。私はすでに剣の道を捨てた。もうお前たちの力にはなれぬ身だ。一日も早い破行成就のためにあなたが必要なの。破行か、それに何の意味がある。意味？あなたはこのすさんだ世に平和は望まないの。力で歯を唱え、ひとたび平定したとしても、所詮それは脆いものだ。恐怖の支配では真の平和は望めない。たとえ恐怖であっても、誰かがこの世を平定し秩序をもたらさなければ永遠に平和は訪れない。それはラオウではないかもしれない。え？恐怖などではなく、人としての心を呼び覚まし、人々を平和へと導く者がいるとしたら、その者こそが真の救世主。あなた、体が。いずれお前もわかるだろう。ラオウもきっとそのことを知っている。私が生まれ育った場所は力が全てを支配し、人を殺めることだけを教えられ、それ以外に生きる術を見出せぬようなところ。それでもいつかこんな風に平和に暮らせる日を。そのペンダント素敵ね。これまで生き残ってこれたのも変ね。あなたといると自分が多くの命を殺めてきたことすら忘れそうになる。ん？後悔はしていない。それが私の選んだ道だからこそ、もっと強くならないと。レイナさん、本当に大丈夫なの？傷はもう癒えたから。これ以上のんびりはしていられないしね。あ、トキ。痛みがひどい時はこの薬を塗ればよい。ありがとう。いつかきっとあなたが私たちの力になってくれると信じているわ。お前が選んだ道を止めはせぬ。それもまたお前の運命。だが一つ教えておこう。今のラオウではサウザーには勝てぬ。奴には帝王の星とでも言うべき謎がある。その謎を解かぬ限りはいかにラオウとて。なぜあなたはそのことを私に。お前はラオウを思うゆえに、愚かにも危険を顧みず一人で動いた。それはラオウへの愛。私はその愛に応えただけだ。ガキがいるぞ。ガキをさらえ、大人はぶち殺せ。あなた。
剣。判定部隊中のレジスタンスだ。同じなんと六星拳の一人でありながら聖帝サウザー様に逆らう裏切り者めが返り討ちにしてやら。乱世に散り、己の星の宿命に生きる、なんと六星拳の一人。人は私を盲目の刀匠と呼ぶ。お前も乱世に野望をかける男か。なんと乱れる時、北斗現る。俺を倒そうという人間には全てこの剣で答えるのみ。ならば答えてもらおう。なんと白露剣奥義幽玄章。この構えは気配が読めぬ。盲目ゆえ私には貴様の剣に対する恐怖はない。恐怖は人の気配となり、敵に容易に間合いをつかませてしまう。これぞなんと六星、白露剣の神髄、烈脚空舞。この剣を交わしたのは貴様が初めてだが、どこまで逃げ延びられるかな。お前たちは北斗神拳が何故一子相伝の最強の剣法かを知らない。それを教えてやろう。これは貴様なんと聖剣を。相手の剣を己の分身となす北斗神拳奥義水泳神。何地面が裂ける音が目の見えぬお前には恐怖であろう。もはや俺との間合いもつかめまい。なぜ今の一撃でとどめを刺さぬ。ならば聞こう。なぜお前の技には殺気がない。さすがだ、ケンシロウ。すまぬ。ただあなたの力が知りたかった。私は人生の衆。待っていたぞ、ケンシロウ。あなたが来るのを。聖帝を倒せる唯一の男、北斗神拳の伝承者を。あなたは久しぶりだな、ケンシロウ。ただで命をくれとは言わぬ。代わりに俺の光をくれてやる。あの時、俺の命と引き換えにその目を。私は間違っていなかった。私が失った光よりもあなたは強く激しく輝き始めた。気にすることはない。
目が見えぬ代わりに心が開いた。これも人生。未来への希望に生きる宿命。こんなところを恥とに、ドブネズミみてえだな。これが、そう、これが私の戦う理由だ。今より輝こうとする子供たちの光を奪い去ることは誰であろうと許さん。シュウ。サウザーも私も同じラント六星拳の一つ。だが、サウザーの星は極星。憎しみも友も情けもない。あるのは己一人。生まれついての帝王の星なのだ。帝王。奴の南東鳳凰拳は北斗神拳同様一子相伝。その強さは我々他の五星の及ぶところではない。せめてゲリラになって抵抗するしかあの子たちを守る術はないのだ。シュウ様どうぞ。うわぁ、やっと食い物にありつける。お前は食べたのか、リョウ。え、はい。嘘をつくな。目は見えねえども、私にはわかる。みんなで食べなさい。しかし、シュウ様たちはほとんど食事を。心配せんでいい。ありがとう、シュウ様。おう、帰ったぞ。みんな、これを見ろ。聖帝軍の正体を襲ったら、食料が手に入ったぞ。さあ、食え、よ。慌てるな。シュウ様もどうぞ。ありがとう。待て、食べてはいかん。毒が入っている。リョウ、吐け、吐き出すんだ。もはや、パパ、苦しい。リョウ、私が先に調べるべきだった。ケン、これがサウザーのやり方。光を失ったこの目でも涙だけは枯れぬ。許せねえ。サウザーを倒さぬ限りこの悲劇は永遠に繰り返される。お前の言う通りだ。お仏は消毒すべきだな。おお、でかくなったな、小僧。お前の大層な行進もここで終わりだ。でかい口を聞くようになったな、小僧。どうやらラオウが惚れた素質が目覚めたようだな。だが、この俺を倒すことができるかな。聖帝様、自ら手を下さぬとも我らで。北斗神拳伝承者、聖帝十字領の人柱にちょうどよいわ。小僧、かかってくるがいい。なぜ構えぬ。なんと鳳凰拳に構えはない。構えとは防御の型。我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。なんという速さ。わしゃわしゃ。俺
俺の剣の前では貴様の動きなど止まって見えるわ。それはどうかな。お前の剣はすでに見切った。見切っただと？よかろう。ならば極性十字剣を受けてみよう。中で最も破壊力を持つ人中極をついたサウザー、お前の命はあと3秒。3秒。ふん。1つ、2つ、3つ。うわぁ、なぁ。バカな。確かに飛行をついたはず。この体に北斗神拳は効かぬ。では帝王、貴様らとは全てが違う。神は俺に不死身の肉体までも与えたのだ。俺剣の速さ、寸分狂わぬ飛行への突き、さすがに伝承者だ。剣の勝負は貴様が勝った。だが貴様はこの私が持つ帝王の定めに負けたのだ。サウザーの謎はケンシロウでも解き明かせぬか。だがそうが、お前の死を決して無駄にはせぬぞ。今日のは口に合わん。貴様が飢えても帝王は飢えん。貴様らが死んでも帝王は死なんのだ。それが選ばれた王というものだ。さあ、片付けろ。助けに来ました。私の名はシバ、シューの息子です。シバ。なぜ俺を。父からずっと聞かされていました。サウザーを倒せるのはこの世でたった一人、ケンシロウという男であることを。俺と一緒では逃げ切れんぞ。あなたが助かるのであれば後悔はしません。何を。私はおとりになります。バカなことはやめろ。ケンシロウさん、さらばです。待て。シバ。
芝ー、うん、小僧、やつをどこに隠しやがった。ここで死ぬのは許さぬ。お前を倒すのは我が剣を置いてのみ。ラオウ、やはりあなたはケンシロウを。まだ起きちゃダメだよ、うん、お前たちがこれを。では誰が。そばにでけえひづめの跡があったから馬じゃねえか。馬、うん、かわいそうに。芝の体を掘り出すのは不可能らしい。芝、動いては。無理せず休んでいてください。すまぬ衆、俺には言葉が見つからぬ。褒めてやってください。私も今我が息子を褒めてやっていたところです。芝にも人生の定めが流れていた。私は芝を誇りに思っているのです。主、薬が効いたみたいでよく眠ってるよ。よかった。明日には動けるようになるだろう。衆様、大変です。聖帝の大部隊が攻めてきました。ついにここを嗅ぎつけたか。ケン、大変だ、起きろよ。バット、頼みがある。剣が目覚めたら伝えてくれ。この拳に不幸な時代に生きる子供たちの悲願がかかっていること。剣、一目だけでもお前の成長した顔を見たかった。たとえこの身は死すとも、我ら親子は何とぞ星となってお前を見守っている。さらば。死ぬなよ。絶対死ぬじゃねえぞ。おら、人質どもここに並べ。ギャーギャー騒いでんじゃねえよ。ママ、やめてください。ガキを助けたかったら俺の役を。
ってきたか、ドブネズミの親玉が。たとえお前を倒せなくともアシュラとなって戦おう。この命尽きるまで。よかろう。なんと白露剣の最後見届けてやるわ。一度つけ、俺は抵抗せぬ。何？だが貴様に奴らの命を見捨てることができるかな。この俺を倒すことが貴様の悲願。この俺を倒せる絶好のチャンスだぞ。俺のために生きられぬ男に勝ちなどない。足の剣を切った。これで二度と白露剣は使えまい。それ式のこと、これで彼らが助かるのであれば。ふん、奴らを皆殺しにしろ。待て、それでは約束が違う。俺はアリの反逆も許さぬ。従わざる者、死あるのみ。奴らを助けたくば貴様の命をもらおう。人生とは悲しい星だな。誰一人として助けることはできんのだ。貴様にふさわしい死に方を用意してある。連れて行け。我が魂の叫びよ、剣士郎。さあ、早く剣士郎に追いつけるかもしれない。パパ、こんなところに逃げ道が。このガキどもどうする。めんどくせえから殺しちまえ。揺さぶり起こしたんだ。今の剣を誰も止めることはできないぜ。皮肉だな、シュウ。この俺に反旗を翻してきた貴様の手で、この聖帝十字鏢を完成させるのだ。さあ行け。なんと聖剣と。
極聖の帝王サウザーの意を称える聖帝十字領、その聖秘を積むのだ。剣王様、判定部隊の衆がサウザーに処刑されるようです。それを救出にケンシロウが単身で聖帝十字領に向かいました。愚かな、サウザーの謎を解かねば今のケンシロウではあやつには勝てぬ。ましてやたった一人で。トキ、貴様どうやって。我ら北斗の者にはいかなる城塞も意味がない。俺に何用だ。ケンシロウに加勢を。できぬ。倒す相手は同じなれど、ケンシロウと俺の道は交わらぬ運命。奴とて俺の助けは望むまい。それにサウザーの謎がまだ解けてはおらぬ。その謎ならば私が知っている。何？ならばケンシロウもそれを。いや、ケンシロウはそれを拒んだ。愚かな、何故に。ケンシロウはあなたすら恐れた謎に挑むと。ただあなたを超えるために。俺を超えるためにと。北斗神拳伝承者となったケンシロウにとって、今もあなたは超えねばならぬ北斗の長兄なのだ。剣王様、レイナ様がケンシロウ救出のために親衛隊を率いて出陣されました。全軍に告げよ。ついにサウザーとシーを決する時が来たと。ほうほう、ラホ。よいか、これはケンシロウとレイナのためにあらず、これはシューへの義理だ。シューが処刑されるとあらば、せめてこれを見届けてやろう。奴にはなんと十人組手の檻の借りがある。借り？俺はあの時、この身を捨ててもケンシロウを救う気でいた。シューには命の借りがある。今日こそなんとの者どもを根絶やしにしてくれるわ。こいつらどれだけ倒してもウジ虫みたいに湧いてきやがる。バット、お前は逃げろ。俺は一人で行く。そうはいかねえよ。地獄まで付き合わせ。この馬で早く聖帝十字領へ。お前はあの時の。ここは私が引き受ける。わからぬ。レイナはなぜケンシロウのために。ケンシロウのためではない、あなたのためだ。何？レイナはケンシロウへのあなたの思いを見抜いたのだ。あなたを愛するがゆえに。どうやら聖帝軍の本体が来たようね。隊長、あれを。ラオウ、よいか。剣王に我ら親衛隊の勇猛さをお見せするのが。進まれ。レイナ、愚かなことを。ラオウ。レイナ。ラオウ、どうやら分からない。これ式の矢で何を。でも
害がある。我らが祖国修羅の国の子供らに。私はいつまでもいつまでもあなたのそばに。も生かして残すな。その聖碑は十字領の頂き。地につけてはならん。もし地に落とせば人質の命はない。心配するな。この岩をお前たちの命と思えば重くはない。たとえこの命尽きようとも、この私の魂で支えてみよう。そこで力尽きても人質に情けはかけぬぞ。行くぞ。小僧、貴様が衆に手を出せば人質のガキどもは皆殺しだ。ケンシロウ、私はこの火を摘まねばならぬ。この石は人質の命、そして何との乱れを防げなかった私の痛みだ。うわ、前のナントの血がしっくいとなってこそ十字領は完全なものとなるのだ。いいだろう、サウザー。だがこの聖帝十字領はいずれ崩れ去る。北斗神拳の伝承者の手によって。それがナントの宿命。ナントは天帝の星として輝かず。Ha ha ha.
とどめだ。くれた私の人生の血は間違っていなかった。もはや悔いはない。行けケンシロウ、時代を開け。私はいつもお前を見ている。さらばだ。貴様の髪の毛一本すらこの世には残さん。その遠吠えが貴様の最後の遺言となる。人質などいらん。今こそナントと北斗の決着をつける時だ。この石段は衆の悲しみ、一歩一歩噛みしめて上がってくるがいい。聖帝様の手を煩わせるまでも。うわめぼっか。誰だ。この勝負、邪魔立てする者はこの北斗の長兄と自警が許さん。サウザー、貴様の野望もここまでだ。ちょうどいい。三人まとめて聖帝十字領の土台にしてやる。ケンシロウ、貴様は神が与えたこの聖帝サウザーの肉体の前に破り去るのだ。北斗神拳。貴様、衆のなんと白露拳を。せめて一傷、お前の体に衆の拳を浴びせたかった。だがお前を倒すのはあくまで乱世の剣。北斗神拳。愚かなやつよ。北斗神拳はこの聖帝には通じん。さあ、ついてこい、ケンシロウ。つけWe'll be right back.
様の剣では血を流すことはできても、この帝王の定めを断ち切ることはできぬのだ。遊びはこれまでだ、ケンシロウ。聞かぬな。これは無駄だ。死ね、剣士よ。際の悪い奴め、兄たちより先に墓に入れ。もしや飛行を。お前の鼓動と血の流れが俺に謎を解かせた。何をざれ事を。象の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆、それがお前の謎。知ってしまえば他愛もないことだ。さすがは北斗神拳伝承者、よくぞ見破った。だがそれだけで俺の謎を掴んだことにはならぬ。なんと鳳凰剣奥義、天照十字法。なんと鳳凰剣に構えが。帝王の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。敵はすべて下郎だが、対等の敵が現れたとき、今日捨て立ち向かわなければならん。帝王の誇りをかけた腐敗の剣で。ならばその礼に応えてやろう。これは北斗神拳飛扬技、天波の構え。互いに剣の飛扬技を出した。あとは二人の能力が勝敗を分けるのみ。天も興奮しておるわ。これは氷だ。剣士郎、天空に極星は二つはいらん。天空を舞う羽、何人にも砕くことはできぬ。北斗神拳1800年の歴史もここで幕を下ろす。極星は一つ、天に輝く天帝は南十字星、この聖帝サウザーの肖像なのだ。とどめだ、ケンシロウ。北斗神拳奥義、天波喝殺。後ろの岩が。天波喝殺の奥義は
触れずして陶器を持って飛行をつくことにあり、小生落ちるべし。たとえ我が飛行が表裏逆といえど、正確な飛行の位置は分かるまい。鎧はすでに剥がれている。飛行が現れ、俺はなんと聖剣最強の男、この俺を倒すことはできん。はぁ、羽を持つなんと鳳凰剣に致命の剣を突き入れることはできん。足が、鳳凰はすでに飛ばず、お前は翼をもがれたのだ。たとえ翼をもがれようとも、俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王、引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ帝王は逃げはせん。あれは北東城猛将派、あやつお前の技を。貴様、苦痛を生まぬ宇城剣をこの俺の死さえ苦しみを与えず情けで送るというのか。今こそ知った、あの必修が貴様を救い託した思いが。だが情けなど無用だ。俺は聖帝サウザー、北斗神拳では死なぬ。愛ゆえに人は苦しむ。だから俺は非常の仮面を。だが貴様はその苦しみも超えてゆくだろう。ケンシロウ、最後の相手が貴様でよかった。ニオラオ、心が一つに動いた。そしてシュウの人生も泣いている。シュウ、ラオよ、これで天下はあなたのものだ。だが恐怖では人は縛れんぞ。いや、未だ破業はならず、俺は今こそ悟った。お前とケンシロウを倒さぬ限り天は握れぬことを。どこ行っちまったんだか。面倒かけさせやがるぜ。俺だから我慢してやってるんだぜ。もう行くんだろ。
ああ、みんなに迷惑かけるんじゃないよ。何言ってるんだよ。俺がいないとあいつらどうしようもないんだから。参っちゃうぜ。凛ちゃんなら時のところへ。うっせえな。知ってるって。じゃあ早く行け。こっちは忙しいんだよ。分かってるよ。じゃあな、ババ。せいぜい長生きしな。バット、これ持ってきな。お。いらねえよ。なもん。いいから。お前がいつ帰ってきても大丈夫なようにって、みんなが作った畑でできたものなんだ。ねえ、見てよ。すげえだろ。ありがとう。母さん。俺が作ったんだぜ。母さん。私、まさか、トキ、あなたが。私ではない。ラオウの飛行転結の術がお前をよみがえらせた。ラオウは、ラオウはどこに。必ず戻る。だから修羅の国で自分の帰りを待つようにって。ラオウが、そう言ったの。うん。レイナ、サウザーは死んだ。そして今までのお前もな。もうお前がこの手を血に染めることはない。あのラオウが初めて見せた慈悲の心。そうじゃない。あの人は昔からそう。誰よりも強くて、誰よりも温かい心を持ってる。そうが、うん、オイラは東の国に行くことになった。シフ重慶の言いつけだ。一人でか、ラオウ。いや、トキもケンシロウも一緒だ。リュウケンっておっさんのとこで剣法の修行をする。いいな。剣法の修行がか。違うよ。この国を出て行けることがさ。この国はもう戦争でボロボロだ。あっちはまだ安全らしい。よかったな、ラオ。いいか、ソウガ。死んだら承知しねえかんな。オイラは誰よりも強くなって、いつかこの国に帰ってくる。そしてみんなを守ってやる。きっと。心配ないよ、レイナ。みんなを守るのか。ラオは偉いな。偉くなんかない。ちっとも偉くなんか。お守りだ、レイナ。オイラは必ず戻ってくる。約束。手放すなって。